ベレッタ BM59 はイタリアで設計された自動小銃である。M1 ガーランドをベースにしているが、7.62X51mm な投弾を使用し、着脱式弾装を備えている。後に様々な近代化改修が加えられた。イタリア語で軽量自動小銃を意味するフェルの名称でも知られる。BM59 はイタリア軍の主力小銃だった M1 ガーランドを 改良したものである。7 6 2 x 5 1ト、mm、ルナトウ弾を用いるほか、着脱式20発、弾装2脚、敵弾発射機を兼ねた、消炎器などが追加されている。また、重心長、全部重傷の短縮を行うとともに、セレクティブファイア機能も備えている。アメリカ合衆国の M14 小銃は、BM59 と類似した経緯で開発された。 そのため、M14 と BM59 との間に直接の関連はないものの、全体のデザインが類似している。相違点としては、M14 小銃はロングストロークガスピストンからショートストロークガスピストンへ変更されたのに対し、BM59 は M1 ガーランドのロングストロークガスピストン方式をそのまま継承している点が挙げられる。第二次世界大戦後、 イタリア軍は大量に入手したアメリカ製及びイギリス製の兵器を配備し、また、ライセンス生産を行っていた。主力小銃として配備されていた M1 ガーランドも間もなく国産化され、ベレッタ社及びブレダ社に生産が委託された。その後、7.62X51mm ナトーダ弾を用いる新型小銃を開発するにあたり、 M1 ガーランドの再設計を行うことが決定した。これにより一定の部品互換性が保たれ、生産設備や余剰部品も大部分を流用することが可能とされた。新型小銃は1959年に BM59 として採用され、1962年には警察やカラビニエリへの配備も始まった。既存の M1 ガーランドに同等の機能を付与する改修も行われ、 これらのモデルは BM59E と呼ばれた。アルゼンチン、インドネシア、モロッコ、ナイジェリアといった国でも輸入内しライセンス生産が行われた。1990年ベレッタ AR70、90に更新され段階的に退役した。BM59 は軍用、民生用として次のような派生型がある。b m 6及び BM69 は 敵弾発射器及び敵弾用照準器を除去した民生用モデルである。ありがとうございます。